りょうさん。いや、この青白王子のあのね、ライブは面白かったですけどね。いや、あれ、すげえ切り込んでたんで、その通りなんだけど、切り込むな、みたいな。そんなんだから経営うまくいかないんだよ、みたいな。ね、経営難なのに、なんでこんなライブ見てね、ここにコメントしてんだよ、みたいな。もうそうだよな、っていう。でもまあ、質問した人からすると、いや、それが困って聞いてるんじゃないですかっていう話なんだけども、まあ、切り込んだったな、みたいな。言うなみたいな思ってましたけど、でも実際そうなんですよね。従業員見たんですかみたいな。経営がうまくいってないってことは従業員がうまくいってないわけじゃないですか。回ってないわけですよね。じゃあ自分がね、青白老人のライブ見るんじゃなくて、見ないといけないのは現場の従業員がどういう気持ちで働いてるのか、何に困ってるのか、どういう職場の方が動きやすいのか、まあ、そういうことを見ないといけないですよね。でも青白老人見て、自分見てるみたいな。一番大事なのはその現場で回してる人でしょみたいな話なんだけど、あれ結構痛快でしたけど、まあここでも書いてある通り、もうアウトプットしないと無理ですよ。まあ、今回そのスライドで稼ぐっていうね、覆面 YouTube アカデミーこう売りますけど、スライドすらやらないんだったらどうするみたいな。でもまあプレゼントだよね。スライドすら作らなくてもこういう動画でもありますよっていうのも言ってるんで、多分それを言ったとしてもそれすらやらない人もいるでしょうね。僕からするとこれできないんですかみたいな。いや、これ本当にマジで誰でもできるよねっていう。でもその人はね、ずっと続けてますからね。で、ずっと続けてて、まあぶっちゃけ言うと僕からするとしょうもない動画かもしれないけど、僕よりアクセス持ってますから。僕はいくら語っても100、200じゃないですか。その人は、まあ、食品レビューなんだけども、こんな中やってね、500とか600、まあ、ずっと回してますから、淡々とやってますよ、ずっと続けてる。でも僕よりアクセスは持ってるのは間違いないですね。チャンネル登録も10万人いますから、すごいですよね。銀トロフィーですよ、銀のトロフィーですよ。僕、いくら、多分10万本取っても、10万人は無理ですね。分かってるんですけど、10万本取ったところで銀トロフィーにはいかないですね、このやり方だったら。まあいいんですけど。だもうあとはまあ分かってるんで、受け入れて、その受け入れたものに潰されるのか、受け入れたものを、なんだ、使って、受け入れたものを利用してやるぞっていうふうにやっていくのかだけじゃないですかね。まあ多分もうやらないと今年も一緒ですよ。情報を取って、やっぱダメなのかな、こっちかな、つってね。僕からするとでしょ？もう2022年終わってる感じがするんですよ。僕からすると。もう結構もう倍速で、元旦から僕風邪ひいたんですけど、でももうセールスもずっとやってて、もうプレゼントも今やってるんですけど、ずっとやってるんですよ。もうなんかもう今年終わったな、みたいな。なんか今年やりきったな、みたいな、もうなんかそんな感じですよ、僕は。まあやりますけど、これからもね。まあとにかく、なんだろうな。行動からしか生まれないと思ってるんで、で僕もなんでこの倍速で動いてる、まあ僕自身もそのずっと今年こう、なんだ、元旦からそのこうやってるんですけど、もう30代終わりなんですよ。もう30じゃなくなるんです、僕は。10月でね、やべえと、もう30代もう終わるぞみたいなね。だからそれで車も買うの早めて、もうその BM のディーラーが1月5日から営業開始だったんですけど、1月5日の営業開始にすぐ電話して、あ、買いたいんですけど、みたいな。もう営業マンもびっくりですよね。ああみたいな。買うためにはどうすればいいですか、みたいな。もう、あ、現車一切見ないっていうね。で、なんか営業マンが、すみません、一応ホイール、ガリ傷あるんですけど大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ホイール変えちゃうんで。あ、そうですか。もう書類の話ですよね。もはや、秒で。営業もびっくりして、ね、まあびっくりしてましたけど、もう人生なくなっちゃいますからね。稼ぐ時間も必要だし、使う時間も必要なんで、使う時間のこと考えてます？いつ使うんですか？例えば美味しい焼肉も食べるにしても、年取ったら使えます？それ。僕もう肉ほぼ食えなくなりましたけど、若い時はね、霜降り肉だ、シャトーブリアンみたいなね、シャトーブリアンうめえみたいなね、シャトーブリアン一切れ7000円みたいなね、うめえみたいなね、
食ってた時期ありますけど、今その7000円の価値を堪能できないですもん。シャトーブリアン絶対無理ですね。昔はね、なんだこれとろけるみたいなね。だ年取ると価値もね、体験できなくなるものあるんで、まあ旅行とかもそうですよね。そう。まあぶっちゃけまあ今の生活に満足してるんだったらいいんじゃないですか。僕は満足してないですね。もっといろんなことしたいんで。満足したら終わりじゃないですか、多分。でも別に満足が悪いことじゃなくて、だってなんだろうな、お腹いっぱい食ったらもう食えないじゃないですか。お腹いっぱいなのにまだ食えます。めちゃめちゃなんか焼肉食べ放題でね、めちゃめちゃ食ってね、その後今度また焼肉って無理じゃないですか。また2軒目焼肉だみたいな、マジっすかみたいな、お腹いっぱいですみたいな、お腹いっぱいだったらもう無理ですよね。だからいや、満足したらもう成長は止まると思いますけどね。僕はスキルを磨かないといけないと思ってるし、スキルに限界はないと思いますし、でここを止めたらダメだと思ってるんで、だから本数に関しても10万本でゼロですから、少なくても全世界で誰が見てもこいつはやべえって言うんだったら1億本ぐらいアップしたら多分全世界で見てもやべえ人になれると思うんですけど、多分10万本だったら世界見たらそんな大したことないんで、やってる人もいるでしょ。でも1億本もしアップロードすることができたならば、ね、そのアップロード本数1億でなるんだっけですよ。あそこ Google がね、あの仕組みでまだ本数をこう数字で出してくれるんだったら、あそこは1億っていう、それどういうことみたいな。それはね、まあ、そこまでいったらもう僕は満足かもしれないですね。だって誰が見ても分かるじゃないですか、こいつはやばいと、世界一だと、もう世界一のうち上が宇宙一なんで、宇宙一はいらないんで、地球に生きてるから。でもまあでも満足することは悪くないので、ただそれでいいですかっていう、今の生活でいいんですかっていう、でもそれが嫌なの、嫌なんだったらやるしかないし、だからそのどっちみたいな、どっちなのみたいな、そう、経済回すのそれとも自粛するのどっちみたいなね、GACKTさんが前言ってましたけどね、なんかもう国がよく分かんないみたいな、どっちやねんみたいなね。こっちでは経済回す、こっちでは自粛しろ、どっちやねんみたいな、言ってることもうなんかよく分かんねえぞみたいな、白黒はっきりしろみたいな話なんだけど、だからもうやるかやらないかっていう、もう本当にスパッと二極化した方がいいと思いますけどね。だら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 やってたらもう人生終わっちゃうんで、ということで、2曲に絞ってください。どっちっていう。どっちなのと。2022年、どっち僕は2022年はもう爆速ですね。30代終わるので、もうとりあえずやりまくるっていう。だから僕はもう30代はやりまくるって決めてて、なおかつもう9ヶ月ぐらいしか30代ないので、いろんなことやるっていう。決めてるんで。だからこれからもバイバイやりますね。だから今回その覆面 YouTuber アカデミー売った後2月もまた行くし、2月、まあいつも通りなんですけど、2月も売ったら3月、3月もやるし、4月も売っていくし、もうとりあえずもうひたすら毎月売りますよ、何かしら、何かしら何かやる。まあ30代もう終わりですから、一生30代には戻れないんで、はい、ということで、まあプレゼント見ていただいてやるかやらないか判断してください。でもやらないんだったら見てもしゃあないんで、お任せします。はい。では。